作業しましたってフェイスブック見たの。イメージしながら。なんか。調子まくってる。調子まくってる。三十分。春先というのは少しあの天候がまああの変わりやすいんですけれども、この受粉という作業でしっかりとあのきちんとあの全部のめしべに受粉してあげるということで、それをきちんとできないと大きく丸々としたおいしい梨ができないので、ここは一番神経を使うところです。この受粉のがしっかりとしていれば、あとあのすくすく育ってくれるのをまあ祈るという、そういう感じになります。まあ、時期的にやっぱりあの、まあ、お歳暮時期というか、まあ、10月11月ぐらいなので、まあ、その時にまああの、何かな、その時にできるフルーツというのはなかなか少ないものなので、まあ、その時にあたご梨をこう送っていただいて、大きくてびっくり食べて、まあ、美味しいと、まあ、そういうのになればいいかなと思います。ここから始めます。うわ、いきなり踏んでしょ。